ダイワリアルエステートアセットマネジメント西垣でございます。ダイワ証券リビング東証人の決算説明動画をご覧いただき、ありがとうございます。また、日頃は本東証人の運営につきまして。ご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。これより、九月に発表した公募増資の総括と。二千二十二年九月期の決算。二千二十三年三月期、九月期の業績予想。 並びに運用状況について説明いたしますよろしくお願いいたします1ページをご覧ください一昨年、昨年に続き本年9月に公募増資を発表し先日無事完了いたしました中期的な DPU 目標の到達に向け約61億円を資本調達し手元資金と借入金と合わせる形で7物件、総額160億円の物件を取得いたしました これにより、資産規模は3617億円、一口当たり分配金は2200円となる予定であり、中期目標水準を達成いたします。増資発表後においては、大きな投資口価格の下落もなく、ほぼ想定通りの資本調達ができました。これまでの決算説明等の機会に、DLI の戦略を説明してきたことで、一定のご理解をいただいたものと考えています。 今後も外部成長を軸とした分配金向上を実現し、投資の値価値を高めることを目指していきます。2ページをご覧ください。今回の公募増資によるポートフォリオの変化です。各指標は記載の通りとなっており、蓄年やエリア比率など質の向上と安定性の向上が図られたと考えています。3ページをご覧ください。 続いて今回の説明のトピックスです。一点目。賃貸住宅のテナント入れ替え時の賃料はプラス一点五パーセントの増額となり。八期連続での増額を実現しております。また前回のプラス零点六パーセントから上昇しており。コロナ禍以降、賃料水準の底打ち傾向が鮮明になってきていると認識しております。二点目。分配金については二千二十二年九月期は。 当初予想通りの2180円ですが2023年3月期および9月期については増資の効果によりプラス20円の2200円となる見込みです。3点目 ESG につきグレスビーリアルエステート評価において2スターおよびグリーンスターの評価を取得しました。前回の1スターから2スターに向上しており引き続き ESG の取り組みを推進してまいります。 詳細については、それぞれのページにてご説明いたします。6ページをご覧ください。まず、前期との実績比較です。2022年9月期の営業収益は、高稼働及び新規に取得した物件が寄与し、前期から1億7,300万円の増加となりました。一方で、営業費用は、現状回復費、昨年取得物件のこと税の発生等により、 前期から1億5,500万円の増加となっていますトータルで当期純利益は前期から3,100万円増加となり分配金は前期同様の2,180円となりました7ページをご覧ください続いて投資予想との比較です分配金は投資予想通りの2,180円です先ほど申し上げた通り 高稼働で推移したこともあり、当期純利益は当初予想比プラス1,500万円で着地いたしました。これにより、内部留保の取り崩し額を減額することとしました。8ページをご覧ください。2023年3月期および2023年9月期の業績予想になります。23年3月期は、主に増資での新規取得物件の収益企業により、 営業収益はプラス二億八千七百万円の百十七億二千三百万円となります。分配金は内部留保の取り崩しを含め前期比プラス二十円の二千二百円となる見込みです。二十三年九月期については、二十三年二月末に一等貸しを行っているグランカーサ緑地公園の賃貸借契約が終了予定で、一時的に収益が剥落する見通しです。 ただ、リースアップまでの期間は、内部留保の追加取り崩しを行い。収益剥落分に充当することで、分配金への影響はなく。二十三年三月期と同じく、二千二百円の見込みです。九ページをご覧ください。ここでは、分配金の内容について説明しています。二千二十三年三月期。二千二十三年九月期の分配金は。前のページで申し上げた通り。 二千二百円となり、これで中期的目標としてきた水準に到達いたします。後ほどご説明いたしますが、ここで歩みを止めるわけではありません。引き続き、あらゆる手段を講じて、さらなる投資の価値向上を目指します。また、二千二十三年九月期からは。先ほどご説明した通り、グランカーサ緑地公園の影響で、一時的に収益が剥落しますが。 DLI は約76億円の豊富な内部留保を有しており今回のような一過性の減収が発生する場合でも機動的に取り崩しを行うことで分配金の安定維持を図っていきます。なおグランカーサ緑地公園については2024年3月末には巡航稼働に戻ることを想定しております。11ページをご覧ください。賃賃貸住宅の賃料動向です。 左側入れ替え時の増減率はプラス一点五パーセントと。前期までのコロナ禍以降の増賃率縮小傾向が改善され。ようやくコロナ禍の影響を出しつつあります。タイプ別にはファミリーが全体を牽引している傾向が見られます。右側の契約更新時の増減率も若干ですが、上昇が見られます。D. L. Y. 運用部メンバーのきめ細やかな運用を生んだ結果だと考えております。 十二ページをご覧ください。エリア別で示した入れ替え時の賃料の動向です。仙台を除くすべてのエリアでプラスを記録しています。仙台についてはマイナスとなっておりますが、指標としては回復基調になり、今後マイナス幅は縮小していくと見ております。また、愛知エリアについてはプラス水準に回復しておりますが、 力強さを感じるには至っておらず、引き続き最新の注意を払った運用が必要であると考えています。ただし、ポートフォリオ全体の結果を見ると、賃料水準はコロナ禍からの回復傾向が鮮明になっていると考えています。十三ページをご覧ください。<coughs> 賃貸住宅の稼働率、NIR 回りの推移です。稼働率は二千二十二年九月末で九十八点三パーセント。 基中平均も97.9%と、DLI の強みである高稼働率を維持しております。増減率や霊均収受率も改善が見られ、賃貸マーケット全体がコロナ禍前の水準へ戻りつつあると見ています。引き続き、賃貸マーケットの動向を注視しながら、高稼働の維持を目指していきます。エノア入り回りは、新築物件中心の物件取得継続により低下しておりますが、 外部成長を継続し、長期にわたって安定配当を行うための。強固で安定したポートフォリオを構築していきたいと考えております。十四ページをご覧ください。プロセス管理の実績です。三週間ルールの達成率九十六点三パーセント。ダウンタイム六十日の達成率は五十七点五パーセントです。長期空室も百十六個のみであり。 いずれの指標もコントロール下にあると言えます15ページをご覧ください2022年9月期に実施したリノベーション工事です全部で20室実施し、うち15室での増賃を実現しております大規模修繕工事も適宜実施し、物件競争力の維持・向上を図っています17ページをご覧ください ヘルスケア施設のポートフォリオの各指標の推移です入居率は80%台を維持しており直近ではコロナ禍での募集活動の停滞の影響も改善しつつあり入居率も底を打ったと考えております右上の賃料負担力については全体の平均で1.4倍となっており安定的と言われる1.2倍を超えており十分安定した状態にあると考えております 残存賃貸借契約期間は平均で約18年となっており、長期的な安定収入が見通せるポートフォリオとなっております。18ページをご覧ください。オペレーター様の一覧を記載しております。この中においてもオペレーター様の経営状況にネガティブな兆候は見られず、合わせて長期固定契約に裏付けられたヘルスケア施設のキャッシュフローの安定性を再認識しています。 診療条件の改定時期が9月期において一部件ございましたが、改定等なく、従前同様の条件で更新できております。また、23年3月期に改定時期が到来する物件についても、現時点において条件改定の予定はございません。DLI にとって収益の約3割を安定的に収支できることは、運用の安定性に大きく貢献しています。19ページをご覧ください。 ヘルスケア施設ののオペレータータ様の取り組みについてです。介護人材の確保競争激化など介護業界を取り巻く環境が変化する中で施設運営の効率向上や運営コスト削減等入居される方々が快適な生活を送れるようオペレーター様各社が ICT など最新の機器を導入するなど施設運営においてさまざまな取り組みを実施されております。ここではその一部をご紹介しております。 施設運営の効率化、オペレーター様の経営の安定化は、D.L.I. のポートフォリオの安定性向上にもつながるものです。二十一ページをご覧ください。二千二十年四月の合併等以降、約二年半で計三十物件、五百八十億円超の物件を取得してきました。多くが新築あるいは築浅の物件で。 すべて三大都市圏に所在しておりポートフォリオの質の向上も実現していますまた賃貸住宅とヘルスケア施設の投資比率は7対3を維持しておりバランスの取れた外部成長が果たせたと考えています DLI では分配金向上を実現するためのドライバーを外部成長であると考え継続的な資産規模の拡大を実行していますご覧の通り一口当たり分配金と一口当たり NAV は 資産規模の拡大とともに着実に成長してきました引き続き外部成長を軸とした投資の価値の向上を実現していきます22ページをご覧くださいパイプラインについてです現時点でのスポンサーパイプラインは17物件総額は360億円超ほぼ新築物件でありすべて三大都市圏に所在しております 今後もウェアハウジング機能を担うグループ会社である大和証券リアリティとの連携により。さらなるパイプラインの拡充が図れる見込みです。引き続き有料物件の確保を進めてまいります。二十四ページをご覧ください。財務の状況です。九月末時点の L. T. V. は五十一点四パーセント。十月の増資後も同程度の想定です。 固定比率は七十六点五パーセント。平均残存期間は四点三年となります。九月期は百億円のリファイナンスを実施し。借入れ期間の長期化を実現しております。十月の公募増資時の借り入れでは。ソーシャルローンによる借り入れ。四十一億円を実行しました。また。お取引金融機関として。新たに山梨中央銀行様に加わっていただいております。今後も安定した。 財務運営に努めてまいります25ページをご覧ください上段は借入金返済期日の分散状況です引き続きレンダーの皆様ともご相談しながらさらなる安定化と持続性の向上を目指してまいります下段は有利子付債の内訳になります多くの金融機関の方々にサポートをいただいており誠にありがとうございます引き続きご支援 ご協力をお願いいたします。26ページをご覧ください。投資入試構成についてです。ダイヤ証券グループで投資口の16%程度を保有しています。今回の増資時においても、ダイヤ証券グループは持ち分比率に相当する投資口を引き受けており、引き続き力強いスポンサーコミットが得られるものと考えています。28ページをご覧ください。 今後の戦略ですこれまでお伝えしておりました中期的分配金目標 DPU2200 円を10月の増資による物件取得により達成いたしますが今後も外部成長を通じた投資主価値の向上というところに変わりはありません次の目指す分配金目標は DPU2250 円以上ですまたしばらく実施していなかった物件売却も想定しています 長期的な視点でポートフォリオを見直し、質の向上・維持のために入れ替えを実施したいと思います。現在の売買マーケットは公共ですので、売却に伴い発生することが見込まれる売却益は、分配金安定化のために可能な限り内部有保をしたいと考えております。先ほど申し上げたとおり、パイプラインは十分確保されていますので、投資主価値の向上に資すると判断した場合には、 機会を逃すことなく増資も実行していきたいと考えています二十九ページをご覧ください DLI のビジョンです今までと大きく何かが変わるわけではありませんが改めてお伝えできればと思いますすべての人の生活、暮らしを支えるをコンセプトに居住空間を提供していく社会インフラとなることが本当資法人のビジョンです 現在、ヘルスケア施設はポートフォリオの約3割の投資となっておりますが日本が直面する高齢化社会という社会的課題には柔軟な対応が必要と考えております社会情勢に応じてさらなる投資も考えたいと思いますまた、コロナ禍以前からの d i i の安定した運用コロナ禍における d i i のポートフォリオの安定性はご理解いただいていると思っております全国主要都市への分散投資 賃貸住宅とヘルスケア施設という両安定資産への分散投資は今後も継続いたします。これまで通りやるべきことを地道にやることで継続した安定運用成長を目指してまいります。三十ページをご覧ください。内部留保の活用についてです。約七十六億円の豊富な内部留保はこれまで同様分配金の安定化のために活用していきます。 現在の基準一口当たり分配金は2200円です基本この水準は維持する予定ですまた先ほど申し上げた通り今後想定している物件の入れ替え時に発生が見込まれる売却益に関しては可能な限り内部留保していく予定です32ページをご覧くださいここからは ESG の取り組みをご紹介させていただきます まず、環境への取り組みについてです左側上段では、保有する賃貸住宅の共用部及び一部専用部におけるエネルギー消費量 CO2 排出量、水消費量について2017年度に定めた目標に対する実績推移を開示しています基準年度である2017年度と比較すると2021年度はすべての項目で消費量、消費量減単位 ともに減少していますまた、左側下段ではヘルスケア施設における実績について開示を行っていますなお、これらの2021年度の環境パフォーマンスデータについては第三者機関である損保・リスクマネジメントによるデータ検証を実施しています右側では、環境負荷軽減に向けた取り組み事例をご紹介しています照明の LED 化や省エネ機器の設置・改修 ポスター掲示を通じた啓発など、環境に配慮した施策を引き続き推進しています。33ページをご覧ください。グレスビー2022については、タリートと比べ、環境部分に関する取り組みが劣後しているという課題認識のもと、先ほどご説明した環境パフォーマンスデータの開示などの取り組みを推進してきた結果、ワンスターから2スターに向上しました。環境認証については、 現在、賃貸住宅4物件において DBJ グリーンビルディング認証を取得していますヘルスケア施設を含むポートフォリオ全体での認証比率は伸び床面積ベースで6.3%となっていますまた、今回、新たに環境認証比率の中期目標を設定しましたポートフォリオ全体で認証比率20%への引き上げを目指し今後も ESG に関する取り組みを推進してまいります 三十四ページをご覧ください。社会への取り組みについてです。本島昇人の現在のヘルスケア施設の保有数は五十八物件、取得価格合計は一千八十二億円となっており、J リート最大のヘルスケア施設への投資を行っています。高齢化が進む中で、良質なヘルスケア施設の不足という日本が直面する社会的課題の解決を目指すとともに。 良質なヘルスケア施設の供給を通じ特に女性の社会進出復帰の促進に貢献したいと考えています SDGs ファイナンスにおいてはソーシャルローンでの借り入れ並びにソーシャルボンドの発行による資金調達を行っております2022年11月1日時点で計69.2億円をソーシャルファイナンスによって調達しておりヘルスケア施設の購入資金に充当しています 三十五ページをご覧ください。ガバナンスへの取り組みについてです。サステナビリティ推進室では代表取締役副社長の竹内のもと。運用会社において運用する全投資法人。及び本資産運用会社の E. S. G.。並びに S. D. G. S. に関する企画立案実行を担っています。本年六月には D. L. I. として初となるサステナビリティレポートを発行し。 ホーームページ上に掲載しています合わせてホームページ上のサステテナビリティへのの取り組みページの情報拡充も行いましたスポンサーグループによる選防と出資においては申し上げたとおり先日の増進においても大和証券グループ本社が一定数の引き受けを実施しましたスポンサーとリートのベクトルの一致を図ることでスポンサーサポートの実効性を確保してまいります36ページをご覧ください 大和証券グループ全体としての取り組みです大和証券グループでは中期的に目指す姿として経営ビジョン二千三十ビジョンおよびその達成に向けた中期経営計画を策定しています大和証券グループでは引き続きグループ一丸となって SDGs の実現に向けて取り組んでおり本投資法人も持続的な成長につなげていきたいと考えています最後になりますが 10月の公募増資により合併以降中期的目標として掲げてきた DPU2200 円に到達いたしますただしこれは先ほど申し上げた次の我々が目指す姿のマイルストーンにすぎません新たな目標水準に向けて歩みを止めることなく挑戦し続け投資の地価値の向上に資する着実な成長を今後も目指していきます引き続き皆様から信頼していただける 応援していただける投資法人、運用会社を目指してまいります。以上でご説明を終わります。ご静聴ありがとうございました。